はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル FNS のピオタです。さあ今回もバカゲークエストをやっていきましょう。現在王様から闇の波動、違う、バカゲー波動か忘れましたを、放っている魔王を倒してほしいということで、そちらのためにアイテムを取りに来たんですが、アイテムを受け取ったらまさかの勇者のバッジが古代のカビに覆われていて、もうカビ臭すぎてつけることができないと。ということで、現在はそのカビ臭い勇者バッジのカビを取る魔法を使える老人がいるという村を目指して冒険を始めております。だいぶ回り道がありますね。そういうところで現在スライムと戦っているところとなります。それでは早速やっていきましょう。それでは行きましょう。こちらの動画は2024年の A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。スライムがヒョロロンと襲ってきた。ヒョロロン、ヒョロロン、さあ戦うぜ。ファイヤー、アイスストーン、ブレインノード、スイファイヤー、燃えろファイヤー、戦え、夏夏と吹き飛ばすってばよ。違うな、うん、夏の暑さを吹き飛ばすってばよ。スライムのグラじゃねえんだよな、どう見ても魔術師。これあれだ、敵発見したら襲ってくるタイプだこれ。それまでは基本的に行動変わんないけど、 MP はこれもしかしてあれか、回復はしないタイプか。これ必殺技空手チョップ、ええー、加減にせえ。攻撃かわした後ファイいた、攻撃攻撃、ハロルド、あーワンパンできないのか。スライム B はバタン Q だ。ハロルドたちの勝利。2の経験値、お金は40。背景どうなってんだこれ。お宝箱だ、 MP ラッキョウ、ラッキョウか。回復のために戦闘中にラッキョウを食べる勇者ってよくよく考えたらやべえ絵面だよな。お、あったあった、200円だ。宝箱に200円が入ってる光景って面白いね。これさ、来るのかな、襲ってくる。あ、違うか、ちょっと遠回りしつつも追ってくるっぽいね。移動限界はないの。あーでもちゃんと着々と追っては来てるっぽいね。明らかに行動限界から外れてる。さあうい、レベル上がんないかな。うわ、レベルとあと回復だよね。オッケー、ハロルたちの勝利。スライムが40円持ってるのが毎回恐ろしいよな。 MP キャンディー、あれさっき MP ラッキョウじゃなかったっけ、さっき何ラッキョウだった。 MP キャンディーと MP ラッキョウがあんの。 MP を小回復、大回復、ラッキョウすげえ、ラッキョウすげえな。水の上何のためらいもなくいけんだけど、ヒョロロン、ワンパンできてほしいな。レベル1個上がればワンパンできそうだけどね。あと経験値どれぐらいだろう。さあ2の経験値、次の HP までとかレベルまでは見れないのか、さすがに。いやでも詳細から見れるか、ステータス、次のレベルまで931、レベル上がんねえよこんなの。レベル上がんない、上がんない、上がる気がしねえ。まあお金稼ぎ用にちょっとだけ殴るけど、まだ体力回復手段が固まってないんだよ。いた、おスライムはパタンキューだ、パタンキュー。そうオニオンキャニオン出てきたよ。 TP グミはーい、腕死ぬぞこれ、
腕死ぬし足滑らせるぞこんなの。さあなんか光ってるね。コーヒー粉、コーヒー粉、うわ何あれ、これはスパイダー、スパイダーマンがヒョロロンと襲ってきた。わかんないからとりあえず魔法でファイヤーウィンド、燃えろファイヤー、今ウィンド、夏の暑さを吹き飛ばすってばよ。2の経験値、え、スライムと同じなのこいつ。よっ MP ラッキョー。ちょっとこのドラゴン的サムシング行きたいけどな。スパイス村オニオンキャニオン、いやこいつの敵に対するものないんかい。湖の怪物、いやーここはコーヒー粉だよ、上から読んでも下から読んでもコーヒー粉だよ。え、お前バトらないの？バトルすると思って今話しかけたのに。これどうしよう。周りにいるのがスパイダーってことでしょ。ほいほい、結局レベルがさ上がらな、ほぼ上がらないような状態だし、上がらないような状態だし、お金が40入るのはいいんだけど、経験値がしょっぱすぎる。上げる気ないってぐらいだね。さあこれは、てか今どこに来たって書いてあった。よっ、スパイス村、あここか。ここはスパイス村、カレーとサブカルチャーの村。サブカル？マジでだいぶいい文化持ってますね。サブカルか、気が合いそう。自販機だ。あー自販機でドリンクはわかる。自販機でキャンディーとグミはなんだ。お前リザードマン。 Hey you たち、ここから先はバトルでこの俺をディフェクトしなきゃ、ディフィートか、ディフィートしなきゃ倒せないぜ。ディフィート、逆撃破、倒す。ありがとうございます。何の意味だと思ってたかちょっと気になっていたのでね。ちなみにディフィートっていうのは撃破や倒すって意味だぜ。オーノー、オーナー、このテンシ妙なテンション高さ、もう隣の村にまでお化け波動の被害者が。リザードマンがヒョロロンと襲ってきた。戦うぜ、ファイヤーウィンド、いけ、半分も食らない、宝石じゃ、ファイヤーウィンド、戦え、今出ますってよ、宝石じゃ、いって15しか食らわないの逆にすごいな。ツッコミブレード、空手チョップ、なんでやねん、ファイ、さあナイス勝利、ハロルドたちの勝利。944の経験値、お金800円、 MP ラッキョーレベル6、やったー。俺は一体何を、いやー実はな、ハロルドたちはこれまでのことを説明した。なんとそのようなことが、助けてくれたお礼に俺も魔王退治の旅にお供するぜ。本当かい、やった俺はリザードマンの滝沢ラルフ、よろしくな滝沢。脚本か、脚本か、ツッコミどころが多すぎる。脚本か、こいつの技は何、ストーンとドツキパンチ、コントのドツキツッコミで鍛えた強力パンチから出る衝撃波を敵ってパンチじゃないんかい。いやーツッコミどころが多いけど楽しいな、やってて見て。なんか今これさ、ハロルドとさラルフが合体してさ、ハロルドに羽が生えたみたいになってる。いやーいいね。ということで一旦ここいらで終わりましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。ちょっとテンポは遅いかもしれないですが、ツッコミどころが多くてやっぱ楽しいですね。こういうなんか真にバカに振っているようなものは僕好きです。
楽しいもんやってて。ツッコミが多いっていいよね。常にさ、僕口から言語がポコポコ出てるような人だからさ、まあなんか多く喋りまくってるし、話のネタが提供してもらえるのはありがたいです。ということで、次の動画はもう上がっておりますので、次が気になる方はそちらの方をご視聴よろしくお願いいたします。それでは、じゃあねー。